今回と次回は抽象絵画の構造理解ということで、その4つの点についてお話をしようかなって思います。大体はこれはテキストの方に書いておいたものに対応させてありますから、内容的には抽象絵画の背後にあるものっていうのは、44ページのところになりますね。それからその次がですね、造形性の基本、公明、法数、多指数は47ページのところになります。それからバンジンスキーの抽象理論ということになりますと、50ページとか51ページということになります。それからゲシュタルトの観点からの絵画理解というのが54、55ページぐらいになる、こういうようなことで、とりあえずテキストに沿った形で進めたいと思います。ですね、この3月の時はバン君が来ますよね。バン君知ってる？1年の時に皆さんね、基礎、最大の基礎で、こんな感じの作業を制作しましたよね。水彩、材料用具によるアプローチということで、ドローイング的なことを考えてみましょうという。それから、抽象絵画って何だろうかということを考えるために、水彩、水性系の絵の具を使って、いろんな工夫をしてみましょう。表現研究してみましょう。そういう中身で皆さんいろいろアイデアを出してくる。という形のことをやりました。そしてそれをベースにして少し大きめの作品にしましょう。30センチ角ぐらいのものを作ってもらったわけですよね。そうするとね、まあ例えば30人見ればですね、30通りの全く別々な表現というものができましたね。で、多分ね、多くの人が水彩絵の具を使って適当にやってるうちに、なんとなくこちらの方がいいんじゃないのかなとかね、あ、次にはこんなことやってみようかなとか、ね、そういうような感じで自然に何かできていったっていうところがあると思うんですよ。強引にやるっていうよりも偶然性とかね、あるいは自分はこんな色好きだからっていうような、そういうような気持ちの中で、作業してるうちにさ、なんとなく出来上がって、多くの人はそういう形で自然にというか成り行きで表現ができていると思うんですよ。で、しかしね、作品的なものはできたんだけど、できるんだけど、一体これはどういう作用というか、どういうことをもってこういうふうにできるんだろうか、これは一体何なんだろうか。多くの人は具象的な表現というものにずっとこだわってきているわけですから、それを離れた場合にね、具体物からスタートしないこういう材料表現だけのものの、表現というものに対する不慣れなところからですね、一体これはできたんだけどよくわからない、自分で書いたものなんだけども一体何だかよくわからないし、ね、そういう人が多かったんだろうと思うんですね。で、まあ今回はですね、その背後にこういう制作あるいは作品の背後には一体何があるんだろうかということを説明したいなと思いますね。4月5月6月と一応20世紀の初めぐらいからの抽象表現の展開みたいなのを紹介してきたわけですよ。いろんな人がいろんなことをやってきて、もちろん前にやった人の、活動ってものを次の人が参考にしながら展開するっていうこともありましたけど、全くオリジナルの発想の中で表現をするっていうことも多くの人がやってきてるわけですよね。それで、60年、70年経つとですね、ほとんどのことがもうやり尽くされてるという状態になってるわけじゃないですか。多くの人が全く違うことを開発してきたという、そういうことだと思うんですが、しかし、ね、こういう表現は一体何なんだろうかっていうことが多くの人が分からずにやってるっていうところがあると思うんですよね。解明できない。で、前にちょっと見せたと思うんです。公募展あった
たりに出している抽象表現をしている人たちの多くもですね、セミプロ的な意識の中で、書いていたり、あるいは教えていたりするんですけど、一体これは何なんだろうか。きちんとこう自分の中で整理できている人っていうのはあんまりいないはずなんですよ。なんとなくまあこんなもんだろうということでね、日本中全国やってると思うんですね。でね、やっぱりその辺のところをですね、少し解明したいなって思って、私5年ぐらいやってたんですけどね。で、去年ぐらい、一昨年ぐらいかな、大体そうまとまった感じだったんですよ。で、今回のテキストは、今の10ページぐらいのところ、大体まあ、概要的なことを入れてきました。物事を簡単に説明するっていうのはなかなか難しくてですね、去年も授業で1回扱ったんですけども、ちょっとこう、前後関係とかが曖昧だったから全部入れ替えました。今年はなんとかこう皆さんに、ガッテンガッテンというそういうような形でね、紹介できるようにできるんじゃないかなと思ってますので、願いで聞いてほしいなと思いますね。ですね、43ページのところにね、抽象対話の構造理論というまあタイトルを出てきましたが、この白抜きの部分がこれから紹介する中にということになっていきます。で、44ページ、今日最初に行うのはこの部分になりますけど、で、抽象絵画と具象絵画の違いって、このタイトルがちょっと曖昧かなと思いましたけど、ここでの目的はですね、その下の抽象絵画の背後にあるものは何か、抽象絵画の背後にあるものは何か、ということについてお話をしよう、最初にね、お話をしようと思います。ですね、私が一番ね、中心に考えていたのは、カンディンスキーといいます。カンディンスキー言いましたよね。ちょっと元気な、表現主義的なスタートの人なんですけどね。抽象芸術の、彼論文いっぱい書いてますから。これがですね、私のスタートだったんですね。で、カンディンスキーをね、調べてるとね、今度はね、それを、出て、論を展開した、アルハイム芸術心理学という分野があるんですね。この2つがまあ今回メインなんですよ。これに基づいた造形心理学という研究をしている人たちが日本にも結構います。造形心理学、で、造形心理学っていうものは、美術の分野ですよね。美術の分野っていうものは目で見るということですから、視覚心理学の領域に入ってくるわけです。で、心理学の中には視覚、聴覚、五感というか、いろんな感覚がありますよね。ちょっと感覚、いろんなものを含めたのが知覚心理学っていう。知覚心理学の中に視覚心理学があり、その中にっていうか、その上に造形心理学がある。まあ、こんな感じで心理学っていうのは非常に幅広い分野にわたって展開されているわけですよね。だから心理学をちょっとやってみようかなと思った人はですね、最初に戸惑うのは、もうバーッといっぱいありすぎるんです、いろんな心理学が。何々心理学、何々心理学っていっぱいあってね、どうなってるんだろうかって思ってしまうんですけど、まあそういうところを考えてみたとき、私たちがやってるのはこの辺になりますよねということになります。あと認知心理学っていうのがあります。認知っていうのは、認知症って、ちょっとまあ年取ってボケちゃうと認知症って今言うようになってるでしょ。あれは認知っていうのは判断をしたり解釈をしたりっていうことができなくなるっていう、それがボケですよね。ただ認知心理学っていうのは、そういう判断をしたり解釈する、そういうことのプロセスに対する研究のことが認知心理学っていうことです。だから、例えばね、情報処理ですから、ものを見て、そしてそれをどういうふうに解釈するのか、認識するのかっていう、そういう問題を扱っているわけ。それが認知心理学です。で、芸術心理学っていうのは、その認知心理学の中のまあ一つでもあり、視覚心理学の中の一つでもあると。それからゲシュタルト心理学って聞いたことあると思います。ゲシュタルト心理学っていうのは、私たちがものを見ているその見方というものは全体的な見方をしているんです。ごく簡単に一言で言うね、パーツがいろんなものを、ね、あるんだけども、実は人間はね、全体で見てるんだよということなんですね。これがゲシュタルト心理学です。それからあと最近流行ったのは感性工学、感性という言葉を使ってですね、人間が持つイメージをものづくりに取り入れる方法、工学的な分野ですよね。いろんな要素、心理学があったり工学的な要素があった
調べているうちに思ったんです。ですから私出発したのはここなんですよ。抽象芸術の関連性が抽象芸術の調べているうちにアルファイブを調べなくちゃいけないなということになったんです。そうすると造形真実とかね、視覚真実、ゲシュタルト、それから認知、この辺のところをバーッと調べていかないとなんとなくこう分からなかったんです。だから北大の図書館に通ってですね、いろいろと調べていったんですね。そうするとね、それぞれの心理学の中にね、美術とか絵画とかね、物を見るとかっていうことに関係することが少しずつ生まれてるんですよ。少しずつですよ。それをね、寄せ集めていくと、だんだんと抽象表現してもらいたい何かということが浮かび上がってきたなっていうことなんですね。通常、私たちが絵画の表現とかっていうのを理解しようとするときには、よく言うのは構図論ですね。絵画における構図論とか、あるいは写真の構図とかね、デザインのレイアウトとか、そういうふうな形での、理解の中で作品を評価しよう、考えようっていうことを行うわけですよね。ところがね、これだけでやってるとね、やっぱり分かんないと思うんですよ、抽象表現なんていうのは。だから、この辺のところの、いろんなところのエキスをですね、寄せ集めて、紹介しよう、そういうふうに思っています。